でも今日寝てないけど、気づいたら5時になってた。5時過ぎてた。ダンス終わったら、ダンスやってたら、めっちゃダンスの途中だったんだけどね。5時だし始めるかと思った。悔いのある。頑張ってたっていうか全然やってないけど、やり始めたのさっき。本当にやばい、やり始めたのさっきでやばい。普通にやばい。やり始めたのさっきで普通にやばい。全然練習できてない。普通にサボってた。夜中、朝方、さっきまでサボってたよ。やばいよ。やばいよ。クキレナなら大丈夫だよ。ありがとう。ちょっと早すぎたかな。5時はさすがに、5時はさすがに早いか。応援せず寝た。顔です。おはよう。おはです。おはです。何時起き？今日はね、寝てない、寝てないです。だからかわいい。いやマジ頑張ってない。普通に夜中サボってた。もうごめんって感じ。もう寝不足。いや別に寝不足ではないけど、寝不足ではないですね。早いね、みんな。いつも寝てなくないよ。みんな寝、あ、いつも寝てる。たまに寝てない。叩き起こしてないよ。通知で叩き起こされた。やっほーい。寝なさい。マジでね、やばいよね。寝ないとって分かってるんだけど、ダンスする時間がなさすぎて。てか寝れないんだよね、夜。夜が寝れない悲劇、夜が寝れないっていう悲劇なんですよ。本当にダメな人なんですよ、私。ダメな人なんですよ。そうなんですよ。何言ってんだって思われそう。オイルつけすぎた絶対。今日の髪匂いがすごい。10分、あと3分後じゃん。なんで曲練習してた？なんかね、練習ってほど練習はしてないかも。なんか、あの普通に振り起こしはしてない。何やったっけ？ S やってた。起きて待機。お風呂に入ってるよ。今日予防接種なんです。頑張りなよ。それぐらい泣かないで頑張って。普通に仕事してる人に5時は拷問。いやそれな、崩れてるねみんなも。おはよう。
今日から暑くなる。ご飯がま、今日はいいあれなんだね、いい天気なんだ。てか鴨の橋いいね、いいと思います。鴨の橋好きだよレナ結構ありがとう、みんな頑張ってって。夜勤だったらさっき仕事終わったぐらいなのか。お疲れだね。ハロー会話は早いね。8時ぐらいなんじゃない、向こうで言う、わかんないけどそうっぽくない、なんかそうっぽいよね。みんな朝やる気ないね朝やる気ないんじゃないの、みんなやる気ないんじゃないの、やる気ないんじゃないの。朝ごはんとかマジ食べてないかも全然。コメントできんっていうコメントをするっていう、綺麗なそんな時差ない。あ、そうなんだ。おはれな、まだ眠いよね。お茶すすめ見てる、めっちゃいいじゃん。インドネシアまだ夜中なの。え、そうなん、やばいじゃん、ウケる。それで来てくれてる人は何だろうね、暇、暇な人、暇なハロー、暇なハローですか。前髪の癖がすごいことになってる。うん、眠いよねおやすみ。フロリダ行こっかな皆さん、皆さん、本当にレナと一緒のパターンの人たちかな。夜寝れなくてって人かもしれない。おはー、何人いるとかわかるのこれって。今一応朝だけどね。弁当作ってる、偉い、本当に偉い。時計回り知ってるよん。ママ次タイにいつ行くの、わかんない、でも行くと思うよわかんの、一応わかんの。え、そうなの、そうなんだ、わかんないと思ってたなんかアプリ使えばわかるんだっけ。なんか声が出ない、朝方だからかわかんないけど、寝てないのに。寝てないでしょ、寝てないですだけどダンスしてたから元気ですけど、一回なんかあのダンスしてすぐにこうやってゆっくりしちゃうと眠くなっちゃう あーだからなんか変なサイト見ないとダメなんだ。テロップ間違ってるじゃんみんなは起きる時間、レナは寝る時間寝る時間ですお花見行ってないかも、行かない。そしてお休みそしてお休みするとね、はぁってなっちゃうよね。変なやつ見ないとね変なやつ見たらわかるんだよね
みんなも起きる時間ではないよね。5時は。中央逆転治んなかった、どうしよう、治んなかったよ。昨日今日で治さないとって思ってたけど治んなかったです、結局。残念。コーヒー飲めない。いや、アンダーはなんか S でも K2 でもどっちでもいいって言われた、覚えるのは。K2 難しくて3曲はできるんだけどむずいし、 S をちょっと進めちゃってたから S をやってます。累計975人でしょ、でもそれってなんか変動みたいなのあるもんね。 Are you sleepy です。 Yes sleepy です。好きな先輩 SKE ってこと。みんな好き、みんな好き、みんな好きですね。最近はマヤさんがめっちゃ好き、ヨコニャンさんも。ヨコニャンさんとマヤさんめっちゃ面白いの。マヤさんは面白い、ヨコニャンさんは優しい。マヤさんめっちゃ面白いな、本当に。マヤさん面白すぎてやばい。本当におもろいんだよね、リアルで見てんの。絶対900人もいないって。マヤさんめっちゃおもろいよ。めっちゃおもろい。ガキリナじゃん、ガキリナじゃん。え、この間なんだっけ、ララポートの時にあの衣装室でなんかレナが着替えてたらなんかあの、あ、隣に先輩来たと思って早く着替えないとって思ってたらガキリナじゃんって急に言われて、えっと思ったマヤさんで何回もガキリナじゃん、ガキリナじゃんみたいな言ってきて、ガキリナですみたいな。やばいよね。めっちゃおもろすぎた。面白い、まやさん。優しいし、なんかすごいメンバー思いというか、なんか SKE が大好きなんだなっていうところがあって、言っていいのか分かんないけど、なんかあのすごいメンバーに、自分じゃなくて、自分もメンバーじゃん。じゃなくて、他のメンバー、他のメンバーのことをなんかねすごい大切に思ってて、めっちゃいい人だと思った。いい人だってか、いい人なのは知ってたけど、知ってたんだけど、なんか中身やばい、やばいじゃんと思った、素敵すぎて。キキレナですよって言っといた、キキレナですよって。え、マジ SKE 愛すごいと思ったよ。なんかスタッフさんとかにもなんかあのこうだと思いますよっていうなんか発言とかして、メンバー思いなのがすごいですね。ついていってあげてくださいとか、自分にじゃなくて、すいませんスタッフさんついてきてくださいじゃなくて、あ、なになちゃんについていってあげてくださいみたいな、神じゃんと思って。彼氏にしたいじゃんって思った。ヨコニャンさんはもう S のアンダーに会いに行きますって言った。やさだよ、え、もうダンス聞いてマジでって、何でも教えてあげるって、もう何でもいつでも何でも聞いてみたいな言ってくれた。言ってくれました。なんで俺にあげんの、やだよ。ヤミレナ大丈夫だった、大丈夫ですよ。でもお花にいいこと言われすぎて泣いちゃった。お花がレナピョン大丈夫、あと連絡来た、お花から LINE で、髪お花好き。好きってなりました。
先輩たちがいい人すぎる本当に。SKE って。泣いたの？お花かい。お花が泣いてたの？お花泣いてた昨日。違う。お花の配信を見ながらレナが泣いたっていう待って、レナの日本語おかしかった。なんて言ったか全然覚えてないんだけど。キレナちゃん頑張ってるからって言ってたわ。え、いつ？ねえ、やだ、好き好きなんだけど、普通にやだ、好き。もう早く頑張る早く頑張って会いに行くわ、フェスに。お花が泣いた？お花の配信で泣いたお花の配信見てて、お花のコメントで泣いた。かきれなぴょん大丈夫？ああ、いいやつ、いいやつなんだよお花はいいやつ、いいやつです。変だった？なんて言ったんだろう、なんて言ってた、さっきれな。いや、それな、ジェットコースターすぎて感情やばいよね。情緒不安定で笑えるんだけど(笑)ありがとう、心配してくれて本当に。マジでね、最近ね、特に最近、ああもうなんか毎日嫌になっちゃう嫌になっちゃうんだよね。そう、たまにね、たまにああってなる余裕な時もあるんだよ。何でもかかって怖いみたいな精神の時もあるんだけど、なんだと思ってたんだ。いや、それな、ホームシックではないと思う。ホームシックもあると思うけど、まああれだね、元気にやっていこうぜって感じだよね感じだよねそういう感じだよねそういう感じだと思います。はい、そういう感じだと思いますなんか一人暮らしが別に嫌とかじゃないんだけど、なんかわかんない、自分で一人暮らしってわかんないだけで結構しんどいのかもしれないけど、しんどいとはあんまり思わないんだよね。一人暮らしがしんどいとはあんまり思わないけど、なんか思わないだけで、どうにもならないから思わないだけで、案外わかんない。でもあんまり思わないけどね。月曜日のお見送り結構しんどかったんだよね、なんかわかんないけど。なんかごめんね、本当に。ここに可愛かったよね、ここみはいつでも可愛い。気分転換したいんだけどさ。そう、いつまにか、ね、寝落ちしてた。そう、そうなんだよ、何かがね。帰りたいっていうか、なんかそのなんかめっちゃ帰りたいとか思わないけど、帰りたいっていう思いはあるけど、なんて言うんだろうな、そのずっとめっちゃ考えちゃうほどでもないし、ずっと一人暮らしが嫌って考えるほどでもないしって感じかな。おはよう。一人暮らしだけで実家出る子もいいし、よく知らないけどモフモフが不足してるんかな、どういうことえ、でもマットもモフモフだし、布団もモフモフだよ、全部モフモフだよ。無理はしちゃダメだよって、やさだね。仲間がいるよ泣いてるし
柿本な泣き柿本じゃん。柿さんもモフモフだね今日。寝てない今日は。昨日か。掃除洗濯、でも案外ね家事はまあなんとかなる。男の人の方が家事はやっぱり慣れないからしんどいんじゃない？そういうお仕事で一人暮らしとかなったら。人によると思うけど、家事は全然大丈夫なんだけど、自炊ほんとできてないというか、お腹が空かない、一人でいたら。だから自炊するほど食べようってならないんだよね。炊飯器使ってるよ何度か。あ、やばい、加湿器切れてる。水ね、夜中ね、夜中起きちゃう、寝れないんだよね。寝れないんですよ夜中。食べてるイメージない。食べてるイメージない。食べてるイメージないですか私。何か、でも全然食べてるけどね。食べてる食べてる。うん、ある、そういうタイミングがあります。麻婆豆腐食べたい。麻婆豆腐作りな、簡単だよ、豆腐切るだけ。レナバージョンも豆腐切るだけ。え、そうなんだよ。え、マジでふりかけと冷凍ご飯でチンして食べてる。本当にそれ、マジそれなんだけど、本当にそれ。昨日の夜ご飯もそれだった。おはよう。本当にそれ。一人分作るのめんどいから作り置きする。あ、作り置きいいね。うん、いい、それそれいいね、それありだわ。作り置きありすぎるね。ふりかけ主食です。ふりかけご飯主食。最近は楽だし、ぬか漬け作るんだ。へえ、昔家でやってたわ。今起きた、おはよう。麻婆豆腐はスープにならないように水分を飛ばしました。のりたま、なんでわかったの。のりたま派ってのりたまでしょもう。あれはふりかけはのりたましかないでしょ。え、ご飯も昨日ね凍らせた、冷凍ご飯作った。いや、そうなんだよね、自分のためになんかね本当に作れない、作れない自分のために。のり玉ですね。梅干しつけんの、いいの。梅かつお、いいね、ふりかけ。お茶漬けもいいよね、けどあのポットでお湯沸かすのめんどくさいっていう。得意料理、何でも作れる。けど作らない、何にも作らない。何でも作れるけど何にも作らないです。ねえ、お弁当、弟のためのお弁当はすっごくさ豪華だったのに、豪華に作ってあげてたんだけどね、本当に自分のために作れる人って本当すごいと思う。尊敬レベルです。はい。はい、尊敬レベルです。あ、パパが作ってる、そう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 。が作っております。ココミさんは美味しいよね絶対。ココミ母のお弁当、お弁当じゃない、ご飯。
なんか違う香水の匂いするんだけど、草、何、何の匂いだ、え、何、ん、何の匂いだ、なんか嗅いだことある、誰かの匂い、何この匂い、いや、ちょっと前から感じてた、やっぱり匂いするなと思って、わかんない、香水系の匂いでも誰かの匂いなんだよね、誰の匂いだっけ、何、誰、なんか変な匂いする自分の匂いと混ざってんのかな、加湿器に香水入れてるからそれが自分の匂いなわけじゃん、そんな別に嫌じゃないからいっか劇場って焼肉の匂いするの、しないでしょ、服、わかんない、周り周りてかさ、聞いて、コスプレを試着したんだよ、昨日のお風呂入った後、昨日に試着したの、全部いい感じだったよ、スカートがちょい長だった、え、なんかスリット、なんかなんだっけ、なんだっけ、なんのだっけ、あのチャイナのなんかスリットっていうか、なんか、なんだろう、なんて言えばいいんだろう、なんかスリット、いや、わかんない、スリットがまず何って感じなんだけど、何って感じなんだけど、なんかスリットっていうか、あのその多分スリット部分があのあれになってて、なんだっけ、スリット部分があのレースになってて、でそのレースがめっちゃレースだからさ、あのあれじゃん、スケル系の布じゃん、だからどうしようと思って迷ってますね、半分だけなんだよね、左か右だけ、どっちかレースになってたから、可愛いんだけどそのレースが取らねえわ可愛いんだけど、どうしようかなと思って迷ってる、え、可愛いよ、可愛い、可愛いけど、可愛いけどって感じですね、何履こうって感じ、迷うね、何履こうかな、どうしよう、って感じですね、あとね、前メロ来たの、前メロ来たんだけど、マイメロもうぶっかぶかすぎてやばかった、なんか本当に着ぐるみですみたいになっちゃってチャイナ幕張だっけ、待って、覚えてない、多分幕張、わかんない、幕張だった気がする多分、
本当にでかすぎて迷う着ていくか。でも着るけどね。マイメルやばい。いやフリーだと思う。普通に男の人も着れるんだけど。おはよう、頑張れ、ありがとう。あ、みんな緊張してってこと。みんながかきぐるみになる。え、マジ人入れる。3人ぐらい入れる。16の衣装、セーラー服、ピンクのセーラー服。え、可愛かった、ピンクセーラー。けど何着ようって思ってる。ローファーと何しよう。ちっちゃいの分かりだった？マジめっちゃでかいから3人ぐらい入れる絶対に。分かんないけど入れそうな気がする。応援企画ショールームポストまだしてないの？うわサボってんね。応援する気ないじゃん。いつもいいように使うのにめっちゃひどいこと言う。3人でかいっしょ本当に。え、わかんない、レベルわかんない。え、わかんない。え、やばいのかな、やばいかな。ずっと起きてるわけじゃない。僕の顔はしっかり見るだろうから。そうだね、それな。朝でゲリラ配信なのにね。誰か見分けれるのだろうか。えー、見分けてよ。お前聞くな、使い雑。え、マジ3人ぐらい入れちゃう気がするんだけど、やばいかな。出た、おはように混じってくる人。みんな朝のメールサボっていい？起きてるんだから遅れよって感じだよね。そういう感じですよね。最初にその予感をしてた。え、本当に気づいたら5時過ぎてて、え、もうこんな時間かって思ったね、踊りながら。本当に配信始める2分、2、3分前とかにまでダンスしてた。ダメー、メール取ってくれてる。代読のダメ。別に、あ、おはようだけ送ろうかな。配信終わったすぐ寝ていいよ。え、じゃあ今眠いから配信終わって寝たいから、みんなが眠くなくなるさこと言ってよ。ダメ、今送って。なかなかメールも来るから、どっちでもいいよ。いや、しゃべつきはきついな、さすがに。さすがに顔腫れてる、大丈夫かな。嫌だ、可愛くなくて無理なんだけど、もう嫌になる本当に。運転気をつけてね。印象薄いんだよ、ね、なんでそんなこと言うの。もう書く気なくした、嫌だ、もう書かない、一生。もう一生書かない、もうごめん、もうごめん、一生書かない。もう書きません、もう書かないことに決めた。すぐ影響される。もう書きません、一生書かないから、絶対書かない。とか言って朝にね送るっていう。めっちゃ返信してくれるよね、本当にありがとう。いつもやさだよね、やさやさやさだね。
一日十通書こう。やだ、書かないなら300円返してね。300円分何がいい？お菓子がいいかな。お菓子とか。そんなことない、レナちゃんめすごく嬉しいよ。うん、優しいね。お飲みください。やだ。やだ。やだ。ジェーン神です。待って、ごめんなさい。ごめん、みんな、飲めんじゃった。やばい、ごめん、飲んじゃった。びっくりした。何言ってるんだろうと思ってさ、読んじゃった。普通にアイス300円分いいね、いいね。いつ300円、いいね、効果だ、効果だね。え、内容激薄じゃないよ、いつも数行送ってくれるし。うまい棒30本ぐらい。じゃんけん。らしいね、1日1通らしいね、ヒアは。おはよう、寝てない。目ん玉洗う、怖い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 よ、怖いよ、目ん玉洗う、怖いよ。え、でも返信してくれてるよね、結構。うん、おはれなかきれなーねー、みんなさ、きれなメール好き、ほんとにごめんね。なんか適当な時とさ、こいつ何言ってんだって時が多いよね。あ、書き込みメールだった、ほんと。返信してるよ。みんな結構返信してくれてるけど、最近はちょっとサボってねって人もいますね、メールに関しては。わかるかな、このインドネシアの方。ネム、ネムです。めっちゃ届いた日は正直触りました。めっちゃね、そうなんだよ、めっちゃ送っちゃった、あの日。なんかせっかくの休みだからたくさん送ろうと思って。寂しいブー太郎がいなくなってね、みんながサボったらレナもサボる。缶バッジ届いて、え、待って、缶バッジってもしかしてさ、選べるやつだっけ。選べるやつ選んでくれたってこと。ヤサじゃん、ヤサだね。返信書くタイミング悪いよ。決してサボってはないっていうことですか。決してサボってはないっていうことですね。選んでくれたの、やばいね、優しいですね。優しい人ばっかりですね。はい。優しい人ばっかりですね。返信何通くらい来るの。何通ぐらい、日によるね、本当に。あと自分が送ったメールの数にもよるし、1日遅れくらい、そ、1日の最後に見るかな、1日の最後に見るね。まあ、日をまたぐこともあるけど。全然眠くないです、余裕だよ。
黒みがハゲてるからダサいな。黒みグッズあるあるだと思うんだけど、これ前言ったよね、ここがハゲるんだよね、この黒いところ、あーこの角の白いところが。そうなんですよ。朝メール来たら返信する、え、ありがとう。ダメだ、ぬんちゃんがテーブルにぬいぐるみ3つも並んでいたんだがいいのか。え、どういうこと、場所取りすぎ問題ってことかな。いいんじゃない、場所取ってなかったら。気遣いもないし優しくないよレナは結婚求められた。そう、白くないの、そうハゲてる、ハゲ黒みなんですよ、ハゲ黒みちゃんなんです。ずっとキラキラが飛んでるね、ミッションかな、やっぱ。かきれのメールすごく好きなの、え、嘘、本当に、嘘嘘嘘、かきれのメールでも適当な日とかめっちゃ適当じゃない。なんか昨日はなんかレッスン場に行くまでの間にメールを書いたのだけど、なんかいろんなこと考えながら歩いてて、なんか泣きそうになりながらレッスン場に行っててで書いたメールがあれっていう、めっちゃ適当感情出すぎててウケるうん、メールの返信めっちゃしてくれるよね、ありがとう。自撮りも撮らないと本当にやばい。配信お疲れ様です、ありがとう。本当にね、やばいよね、昨日のメールは本当に申し訳なかった気がする。そんなメールにもみんなが返信してくれてるっていうね事実、優しい、みんな全然受けれなかった、おはよう、メンバーとの写真ね、送るね。撮らないんだよね、あんまり。あと送ってもらうのも忘れる、なんか自分から撮ろうよってあんまり言わなくて。リアルな話、本当におはようとかだけでもいい。いやでもおはようとかさ、なんか悲しくなんない、みんな。おはようって送ってくれるならもう一文ぐらいって思うかなと思って。でもたまにメール打ちながら途中まであのメール打って寝てて、あの送れなかったこととかあるとか連絡来てたの気づかなかった絶対連絡してると思ってた連絡してるだろうなって思ってたよ。おはよう、今日雨だねだけでいいの嫌じゃん、そんなの悲しいじゃん。だってさ、なんかレナはいいけどさ、なんかレナが逆だったら、なんか朝から頑張れるようなメールもらったら、レナはなんかそのメール見たらよし頑張ろうってなるじゃん、なんか嫌なことでも頑張ろうってなれると思って。だから、あ、衣装ショールームで、着るか迷うね笑ってる笑ってる。みんな通知気づいてない、みんな眠いんだよ、レナに振り回されすぎておもろすぎる。おはよう、今日も頑張ろう寝打ちしちゃってその音量でだからってことか。てかいつも音量マックスなの通知
命がけじゃんもう。やばい。ちょ、我ながら命がけっていうのにつぼった。今日も好きだよって来たらそっと閉じる。なんでそれは照れちゃってってことじゃなくて、何言ってんだって方かな。わかんないけど、ちツボなんだけど、なんかレナはあのツーチョンは真ん中ぐらいにしてる。真ん中よりちょっと下ぐらいじゃない、ツーチは。レナ夢に出たんだ。嘘、どんな夢だった？朝配信あるものと思って待機してるよ。なんかできなかった時申し訳ないじゃんそれ。申し訳ないじゃないか。癒しの笑顔でした。本当に、通知音消してんの？なんでなんで、起きれないじゃん通知音消したの。消したのっていうか、なんかあの何、時計のやつはアラームはマナーモードにしてても鳴るじゃん音だから、そうしてる。いらない通知音もう降ってるってことか、もともと人に見られたらあかんの、通知が悪いことしてんの。あ、そっか、午後か。内容より来るだけで嬉しいよ。ほんまに？いや、アラームしか音ならんよね。なんだね、君。おでか配信。はい、すいません。顔面配信したいと思います。距離的にマジ見えんくてさ、コメントが。確かに待機してくれてる、待機してくれる人も現れますよね。そら、ちょ、配信終わったらダンスしよっかな、ねんと迷うな。前日の配信終わりにやたらとぐずるときは、あ、そうね、ぐずるやめて。ぐずるやだ、言い方。なんか分かんない、生徒が行かせない、レナがずっと笑ってた。どういう学生復活やん。じゃあレナ何時に起きた？起きてない、寝てないですね。つむじ、つむじさんとか言わせてください、皆さん。つむじ、確かに優しさありそうやない、ひって。レナの人前日になんとなくさする。なんでなん、どういうこと。みんな察してんの配信の時。今日は寝てないですね。オールでした。イエス。イエスオールです。8時。いやもう寝る。いやもう寝るわ。じゃ寝て早めに起きてん。配信。じゃなくて、なんだ、レッスン場に行きます。本当にやばいんですよね。はい、危機ですね。もう花、花、そうなんだよ、お花が待ってるから。マジやだ、ちょ、お花に会ったら泣いちゃう普通に。もうやだ、お花に会いたくない。会いたいけど会いたいけど会いたくない。やばいじゃん。それな、体内時計戻したい、本当に助けて、助けて、助けて、助けて。ジュジコはケンヤちゃんさんで消してるから、そんなこと考えたことなかった、ね、ひどい、嘘じゃん絶対。絶対嘘じゃん。あ、わしもあれなんだ、一緒じゃん。どこかやばいよね。セーラー着る16。マジね、泣きたい時に泣いたら本当にもう毎日泣くよって感じだから。毎日泣くからねって感じになっちゃうから、まあ、それは嘘なんだけど、
それは冗談で、本当にね、頑張ろうって感じ。お花はそういうところ強いよね。なんか自分には強いよね、花って。そういうのに泣いてるとこ見たことない気がする。なんか人のこととか感動とか、なんか誰かを見てとかで感情がで泣いてるのは分かるけど、伝わるけど、なんか自分が自分のことで泣かないって強くない？花って。よく思ったらどう、みんな強いよね花って。10くらいまで赤い見てた時はね、寝落ちしちゃったんでしょ。朝起きたらアシャレの配信あたりが気になってしまうのはもう好きなんでしょうか。好きだよ、当たり前に。当たり前に。5時に起きたけど通知気がつかなくって、今日は忘れないのかって思ったら焦った。感受性豊か。え、確かにだよね、だよね、だよね。毎朝4時起きなんだ。だよね。運動部どういうこと。どういうことそれ。運動部って、それはもう好きじゃんだよ普通に。それは好きじゃんって感じ。詳しくないけど、なんか花ってよく泣いてるじゃん。泣いてるけど、そのなんか泣いてる理由がなんか周りの子を見てとか感動してとかだから優しいんだよね本当に。幼虫繰り返してた。ダメじゃん、悪のループだ。みんなレナのことが好きなんだよね本当に。制服の目公演しんどいけど楽しい。いや、わかんない、なんかもう。おはよう、おはよう、おはじゃあ好きです。いや、大声で叫びな。慣れの好き。仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。感動することを何して泣く？そうは言ってないよ俺。奈良好きです。なんでなんか奈良とかじゃんって何よ。お、初日ぶりに当たったんだね。おめだね、おめ。眠いね、ちょっとだけ。ちょっとだけね。何回目だ？ 6 回目か7回目か。わかんない。友達として？マイク、ごめん、押さえてた？ごめん、ごめん、ごめん。押さえてたんだ、ここ。マイクだ。ごめんなさい。苦情来た、マイク苦情来ました。6時終わりかな、わかんない。6時終わりわかんない。ねえ、ダンスした方がいいよね。でも6時から7時までやろっかな、ダンス。どうしよう。でもなんかやる気が起きない、本当に最近やばい。やらないとダメなのにさ、やる気が起きれない。6時まであと3分。いつも急に言っちゃうんだよね。なんか、近くの数字を言っちゃう。じゃあ、バイバイ。まだ早いよ。マイク、触ってた。寝たら気分も変わるかも。確かに寝てないもんね。ねえ、やだ。昨日のお花、マジ優しかったよね。優しかったっていうか、もう途中から抜けちゃった。お花が優しい
本当に連絡するよ。レナピョン大丈夫？どうしたの？やさってLINE来たから、お花から。やだね。え、聞いてほしい。なんかこないださ、え、ちょっと待って聞いて。え、こないだね。こないだなんか夢でなんかめっちゃ雲が出てくる夢を見たの。虫のめっちゃ、もうめっちゃキモくてやばいね本当に。え、それのもう配信終わった瞬間 LINE 記事普通に泣いたんだけど、お花が配信してた時も泣いたし、もう無理、優しい、やだ、お花優しすぎて無理、会いたくない会いたいけど。え、雲虫の雲がめっちゃ、なんかどんな夢か忘れたんだけど、めっちゃ嫌な夢見ちゃって、もう本当に死にたくなった。やびれのじゃん、極限の。いや、それは嘘なんだけど、本当にやばくて、なんかどんな夢だったんだっけ、どんな夢だったか忘れたけど、これは絶対みんなに言おうと思って。で、なんかあの朝配信、今日の女性同士を張り詰めて対人関係を象徴しています。え、そうなの？え、そうなんだ、ちょ、何も言わないでおくわこれに関しては。本当に、え、なんかめっちゃ雲がキモくて、シャワシャワみたいな雲で、で、なんかめっちゃいて、なんか誰かがその雲を退治してくれようとしてて、誰かわかんないんだけど、忘れたんだけど、雲ですが何か、いやダメだよ、雲ですが何かじゃないよね、絶対雲張本人が言ってるでしょ、そのアニメ。雲はやだよ何かじゃないよ、雲はやだよ、教えてよノーコメで何もないけど本当になんか誰かがなんか雲を退治してくれてて、なんか消え去ってやってくれてて、雲で、なんかでもいっぱいいたから、え、黒かな、黒の雲、黒色で、なんかあの大きさはそんなにめっちゃでかいわけじゃない、でもちょっと大きいねみたいな雲ですね。で、なんか、え、雲に転生するのやだ、そんなのやだ、そういう漫画は良くないと思います恐怖じゃん、雲になったら。え、それでね、なんか、え、どんなんだっけ、なんだっけで、なんか誰かが消し去ろうとしてくれていて雲レナだったの、めっちゃ怖くて、なんかその人に、誰か忘れたんだけど、目の前で、え、マジこんな感じの雲、絵文字みたいな感じで、なんか、え、もうやだやだやだみたいに言って、なんか早く殺してよ、何してんだとか言って、その人にめっちゃその人になんかめっちゃ言っててっていう夢を見たけど、いっぱい出てきたから、その人も一人だからさ、一人でそんないっぱいをさ退治できないじゃん、人間関係荒れるのね、やだ、もうやむ、無理、もうなんで、やだ、はあ、あーやだやだやだ、まあでも思い当たる節はあったりなかったり嘘だよ、ないよないって、ないよないですけど、ないですけど、ないですけど、いや、お悩みじゃないですけど嘘だって、悩んでないよ何にも胎児に、応援企画に胎児頼んでたのかな、応援企画早くとか言ってよとか言って大きい雲、戦ったことあるの、大きい雲と。え、それな、ごめんね、なんかみんなは眠いよね、寝起きでテンション高くて、ごめんね
さっき目に出てきたレナ説教すればせんなんで腹立ててんの、やだ怒んないで、何で説教されてたんだよ、しかもレナってのいやかやばいか、無理だ無理かな、もう企画無理かな、二人で逃げ回るか、じゃあ応援企画と雲がもし出たらはえ、それな、なんかさっきレナ応援企画に言ってたよね、なんだっけ、なんだっけ、男女間のトラブルに気をつけてくださいとのことです。そうなんだ、やっぱ人間関係なんだ、何なんか健康も人間関係も全部アウトじゃん、嫌なんだけどね、クモってそんなに怖い人だったんだ夢に出てきたら健康面にトラブルに体調管理に嫌なんだけど嫌なんだけど嫌だ、キモい、キモいよ、手のひらキモいよ、夢が全部とは限らないから大丈夫だから、大丈夫だよ、減らってないからあーもうやだ、待って、もうきついきついきつい、急に来るんだよねこういうのって、なんか仮面ライダーって雲と戦うの、そうなんだ、悪者だけじゃないんだ、白い雲とかまずいないでしょ絶対、夢に出てくるのは黒い雲だけでしょそんなの応援企画パシッてやった、パシッた、なんだっけ忘れた、え何言ったっけ応援企画に、なんかさっきめっちゃひどいねとか言って笑ったよね、覚えてないや雲幸運だよね、幸運だよね、幸運だよね、いいやつだよね雲他の夢か、最近はマジでその雲の夢を久々に見て、多分それしか見てない、雲男なんだ、あ、だから一応悪者なんだね、雲の悪者か、そう、なんかひどいの言った気がしたなんだっけ、何言ったんだっけ覚えてないね、なんだっけ、確かにスパイダーマンはいい人だね、いい人だよ、年すると夢も見ないし、でもさ夢見、久々に夢見たら、夢見たと思ったら雲大量発生だったらどうする、嫌じゃない、雲は友達怖いんだけど、怖い、起きてないからサボってやがるって、あそれだ待ってウケる、めっちゃひどいこと言ってんだけどレナ応援企画がレナの配信の通知をポストしてないっていう噂を聞いてサボってやがるって言った早朝のゲリラ配信なのにね、かわいそうすぎない、普通にウケるやばいよねレナ、ひどいこと言ってんだけどね、ジンを退治してくれるらしいね、なんか食べるらしいね、いや雲害ないとかじゃないよ、ダメだよ雲は、心に害が来る、心に害を与えてくる虫というものはどれだけ小さくても心に害を与えてくるんです、あの人たちは、だからちょっと残念なんですよ、私からしたら虫さんというのは嫌なんですよ、どれだけちっちゃくても、なんで捕まえて逃がすの、じゃあ捕まえないでいいじゃんまあだからちっちゃながらにでっかい虫っていうのを捕まえたくなるんだよね多分、チョコの味もやだ、なんか後ろに雲いそう、もうやだ、みんなやめてよそういう話しないで、レナがしたけどいつもありがとう、いないよきっと、お企画は今寝てます、メンタル心配
扱い悪すぎたから、本当は朝配信してるの知ってるけど、なんか入ってないですって感じなのかな、嫌われちゃったかな。手のひらサイズが家にいるのは嫌だよね。あーで捕まえて外に投げ、あの逃げ出したってことね。投げたって言ってた、あの逃げ出したってことか。配信ボスしてたよ。え、朝のしてないらしいよ今日は。子供の時飼ってたんだ。うん、へー、やだやだやだね、やだ、クモの話しないで、本当にやだ。てか加湿器に水を入れたい、加湿器水入れたいんだけど、加湿器加湿器。その後してんの、やばい、絶対忘れてたんじゃない。最初から言ってさ、なんか配信かきれの応援企画ポストしてないっていう話になって、あ忘れてた、してしてこようみたいななったんじゃない多分。見てたからバレてんじゃない。じゃあヒレナがひどいこと言ったの。あれ、え待って、エアコンのキャップ買ったけどつけてくれたのかな、お父さんとお母さんつけてくれたのかも、ワンちゃん。買った買った買った、加湿器になりたい。なんでなんで、あーレナの空気を吸えるから、加湿器は吸わないか。クマのギフトとかないでしょ絶対。ないよ。おはようございます。待って、6時で やめるって言ったよねレナ。なんで嘘ついてんのねえ。加湿器に雲とか言わないでお願いだから、本当に虫嫌なの、嫌なの虫、嫌なんですよ私。宇宙から来た説ある。そうなの、宇宙からやってきたの、嫌だねそれ。それな、10分、それで空気吐く方だろ。だからレナに空気をいっぱい吐きたいってことですか。そっちですか。そっちですね。鼻から信じてないので向こう。クワガタもダメ、全部ダメ。虫はクワガタは虫なのかな、わかんないけど。レンナになっちゃったから気をつけなきゃ。どのタイミングでなるの。それ知りたいんだけど。どのタイミングだよ。よーやー言い方、え気はそんなこと考えてなかった。言い訳じゃん絶対、絶対最大限の言い訳でしょそれ。ずっと言い訳じゃん、知ってるよ言い訳ってこと。やだ。でもクモってなんか食べてるよね。タランチュラって毒あるやつじゃないの。チョウチョもダメ、チョウチョも無理、チョウチョも無理ですね。えコスプレも無理。えなんか人形みたいなのあるじゃん、クモのあのなんかびっくり人形みたいな、ああいうのも無理なんだよね、怖いんだよね。言い訳、本当に言い訳する、確かに。ちょっとレナがね深く言いすぎた。やだ、モフモフとか言わないで、もう嫌になる。やだよ、モフモフ泣くもん、やだ助けて。ね、本当に嫌だ、背中がムズムズする、そういうの言われたら本当に嫌だ。夢で出てきてさ、本当にマジでプッって起きたもん、起きた時にってなりましたね、はい。カブトムシって懐くんだ、懐くんだね。まだ言い訳したことないからいいかな。いやいやしてるじゃんいつも、なんならいつも。なんならいつも。やばいやばいやばい、ピンがどっか行った。確かに折り紙の虫は大丈夫だよ、大丈夫、折り紙の虫は大丈夫。おはよう。起きただけ悪さそう。いやその時はマジで焦って
ってなった。なんかキモすぎてね、いないよねってなったね。いやダメに1年で何回言うのか誰かカウントして。待ってごめんね、こんなマイナスなやつで。懐いてないのかい。言い訳ばっか。布団をわたわたさせて確認して、そうそうだよ、マジ怖かった。大事に飼えば懐くってこと？カブトムシでも？でもなんか虫とかでもさ、なんかあのご飯の時間とか分かってそうだもんね、普通に。それはそうかも、分かってそう。楽しいな。夢が悪いんだよね、夢じゃなかったら。騒がしくないよ、レナの朝は静かだよ。マイナスイオン出てるから。見た方がいいが、他のもヒヤヒヤも座る。かわいいっしょ、くるみちゃん。ここの色がもうないけど。初見とさ、おはようがめっちゃ多くなってる。じゃあねーってことはあれですかね、お仕事ということですか。それはお仕事ということ。なんかここが本当にめっちゃ跳ねるんだよね。どうしたらいいんだろう、どうしたら治るんだろう。ダメだね。おやすみ。6時になったらね、6時過ぎるとね、人がね。オイル足りすぎてる。さすがに今日は。え、マジね、めっちゃ面白いのがレナって。なんか気づいたら、なんかあの朝なんかね、気づいたらなんか前髪こんなんなって寝てんの。そしたらさ、なんかそれがさ癖、何癖になってさ、あの朝ね、すんごいことになってんの。朝のさ前髪がもう面白すぎて。この間ココハが家に来た時に寝起きだったの、レナが。でも前髪がこんなんなってたの本当に。でなんかココハにめっちゃ笑われたっていう話ですね。はい。本当にやばいよね、めっちゃ笑われたもん。本当に寝起きでココハのことを迎えたの。もう水曜日だよ、もう水曜日で頑張って生きよう。マジで俺ら頑張って生きようぜ。土曜日まで、土曜日まで頑張ろうぜ、本当に。え、マジでもうビビるよ本当に。もう前髪どこ行ったのみたいな。こんなんなってんの。本当にやばい、本当にやばい、本当にやばいの、本当にやばいの。今週長いよね、毎週長いよね。ここら辺で止めとけばいい。おはよう。根元で止めればいいのか、こうやってこうだ。こうした癖が治る。本当にやばかった、前髪面白すぎて。なんかね、なんか枕に向いてもこうやって寝てんの。本当に、だからもう目で待ってるよ。やだよ、もう絶対みんなに見せたくないもん、そんな前髪は。本当にマジやばいから、本当にやばいの、本当にやばいんだよ、本当にやばい。ちょっとでも逆にみんなに見せたいぐらいやばいの、だけど見せられないぐらいやばいの。見せたい気持ちはあるんだけど見せられないぐらいやばいの。本当に、いやもう毎日これはやばいって感じなんだよね、前髪。え、もう前髪マジリーゼント並みに前こんなになってるの。本当なのこれ、
嘘だと思うんでしょ。本当に嘘だと思うじゃん。本当なんだよね。それが本当なんです。めっちゃおもろいよ、その時の前髪。笑ってもらえるけど、笑ってもらえるぐらいやばいと思うけど、見せたいけど、本当に NG かかるぐらいやばい。本当に。いやマジで髪の毛ヤンキーなの。本当だって、本当に前髪リーゼントレベル。マジで本当にもうこうだから、こうスネ夫みたいになってる。スネ夫本当にやばいよ。めっちゃ面白いな。え、もうこれね、なんか小学校の時からなんだよね。レナって前髪が朝からもうなんか変な方向に行っちゃう。小学校の時からなの、ずっと。かっこよくないよ、何も。何もかっこよくないですよ。寝相というか、なんか頭を一回動かしたらそこから動かさないの、寝ちゃって。例えばじゃあ仰向けで寝たら、まあ、前髪は無事なわけじゃん。で、あの枕に一回なんかこうやって寝ちゃったら、もうこのまま動かないから、もうこの状態で朝起きるっていう感じ。よくすねるし、前髪をすねてないから。すねたことないし、一回も。やめて、そういうの。すねやめて。服と髪乱すね、やだ。まあ寝相は良かったり良くなかったり、暑かったら服脱いちゃうけど。え、昨日もさ、朝配信してたじゃん。朝配信の後か、朝配信の後に寝てレッスン場行こうと思って起きて、そしたらさ、ここね、これね、なんかボタンがあるんだけど、こういうボタンがあんの。これを2個ぐらい取ってて、取れやすいから取れたのか、自分で取ったのか分かんなくて。今日も元気な話したね。ありがとう、いつも心配してくれて。すいませんでした。本当に、え、なんでなんだろう、やばいよね。やばくないの、気づいたらボタン2個なってて、2個取れてて。この曲、待って、癖じゃないから。大人だし、もうレナって大人だから、子供扱いをやめてください、大人です。やばいよね、露出鏡やばい。でも暖房切ってんの、夜。でも布団はあったかいから、あったかいじゃん、だから暑かったのか取れちゃったのか分かんなくて、やばいよね。見せたがりじゃないから。自分で取ろうとして君が取るのがやった。なんでなんだろう、レナが大人だよ。大人だから、レナ普通に言っとくけど、18って大人だから。知らなかったの、みんな。めっちゃうざい人の言い方。なんで大人扱いしてよ。あったかい、いや大人扱いしてよ、大人だもん。ロマンなんてねえよ。マジやばいよね、知らなかった。子供じゃないよ、大人だし。大人だから、大人な女だから。4月からなんかもっと大人な女になるから、よろしく。そこらへん、そこらへんよろしく、みんな。
こら辺はねみんな分かってると思うけど。やばいね、4月から大人レナになる。やだ、嬉しい嬉しい、大人レナのスタートです。1日から大人扱いして、え、どうやって、どうやってじゃあ大人の対応しよう。マジです、4月からもバブです。なんでやだ、みんなやだ、大人だから。そういうこと言うのやめて、大人だからそうだよ、3週間ないぐらいで大人です。長くないよ、3週間だよ。どう変わるん、4月から。え、そら大人になる大人になるんだよ。ちなみに子供、え、なんで大人になって子供になるの子供から大人なら分かるけど今も大人だけど、4月1日からは今も大人今も大人だから、今が大人です。大人になるとか言わないんだよ。え、だってさ、なんで、もうやだ、みんなやだ、ねえ、ほんとにさみんなバカにしないで。だって18じゃん、18って大人じゃん。大人になったらまずは12時まで配信をしたい12時だね、みんなに、そして迷惑をかける、12時になって迷惑をかけます。エイプリルフールか、何の嘘つこうかな、どんな嘘つこう。じゃあただこねない、ただこねなくなったら大人ってことね、言ったよ絶対ただこねないわ、そんなん言うなら。てかだまこねたことないからね、レナ一回もないよ、みんなが悪いんだよすぐみんなのせいにする雑に扱ったりはいねえ、やだ、みんな適当。え、12時までやっちゃダメですか、やっちゃダメですか。え、なんでダメなの、初日から12時ダメなのそうだよ、ダダレナなし、ダダレナはもう子供のレナだから、大人レナはダダノーダダレナです。はい、コメント欄、大人がいかれやすさだそれな、なんかレナがみんなが悪いんだよって言ってもみんなは何も言ってこない笑って済ましてくれる。じゃあ私も大人になります、大人になろう、大人計画何にしよう、スクラグパンチ強いんだけど強っ、そっか、え、そうだ、平日のお昼とかもできるんだよね、お昼に、平日のお昼とかできるのウケるよね、誰も入ってこなさそうだけど、うん、やばいね出た、おはようまたえ、ほんとだ、ちょっと明るくなってる、やだ、もう今日も寝れなかった、夜にちゃんと寝た方がいいのに、毎日寝れない。うわ、ブラックコーヒー飲めたら大人なの？え、じゃあまた飲もう。飲めるよ、全然。お砂糖入れていいんでしょ？何個か。
平日のお昼ね、みんなね練習しなきゃだよね。今平日のお昼できない。うん、あ、お昼ご飯か。お昼ご飯の時間にかぶればいいけどね。あ、待って、マイク閉じちゃってるかも。夜は寝るもんやで。ねえ、寝れないんだよね夜なんか。ん、目開かない。ネムだね、ネム。お砂糖入れたらブラックじゃないの？だってさ、ブラックでブラックコーヒーに砂糖だったらいいじゃん。え、そうなの？お砂糖入れたらブラックコーヒーじゃないの？やだ、そんなん飲めないじゃん。誰が飲めるのそんなの。誰も飲めないよ飲める人いないよそういうのえ、そうなんだ。寝てないけど今から寝るから大丈夫。色っていうかさ、ブラックコーヒーっていうコーヒーに、そのメーカーとかじゃなくて普通にあのまずいやつでしょ。あれまずいっていうか苦いやつに砂糖は入れちゃダメなんだ。でもよくさ、コーヒー頼んだら砂糖とミルクついてくるよね。違うの？苦だぜ。あれにピンクで振ってても違う子見てたらせじゃあダメか。じゃあダメなやつかじゃあダメなやつだ。違う子見てたよね。でも振りながら牙生えんの？牙生えてくんの？また起きてたまた起きてましたなんかね、上の人がずっとねドタバタしてるんだけど大丈夫かな何かさっきも物落としたよ。大丈夫かな。ブラックコーヒーって何物入ってないの？いや、コーヒーが飲めたら大人とかそういう決めつけも良くないと思います。良くないと思います。コーヒー飲めなくても12時まで配信できる人は大人だと思います目の前の子見た方がいいかなって。それの目の前の子ずっと見てた闇霊の発動なんだけど甘み感じんのブラックでやばい人なんじゃないそれ。わかんないけど朝だから慌ててんのかな。そういうことか。そうドタバタしてるうるさいねって言いに行こうかなじゃあもう何も言わへんわそれが大人になる第一歩ってことですよね。失礼じゃない？だってさ、そうだね、いいよ、じゃあ見てもいいようるさいねって言おう急に言われたらビビるよな「お前もな」って言われるでも上の人には迷惑かけてないもん。下ならまだわかるけど上はまだセーフ。多分セーフ。上の人は、下の人もセーフやと思う。言ってみようよしいいけど別に見たらいっぱいえ、さくらんぼの一種なんだ。うるさい、知らんけどめっちゃ逃げてるやん、知らんけどって
名古屋でうるさいねんって関西弁食らったらビビるよね。急にうるさいねんって言われたらそれおもろいな、確かに。確かに天井ドンってする。いっぱいはお断りです。レナのこといっぱい見るのがお断りってこと？見てくれないってこと？言ったら逆に朝5時か笑い声うるさい言われる。確かに。真顔でうるさいに言われたら泣いちゃう。関西弁怖いよね。知らんだに。いや大人でも雲は怖いから。怖いよ大人でも。あ、他の子いっぱいお断りか。うんうん。レナだけ見とけばいいって話なんだよね。いってらっしゃい、頑張ってねお仕事。確かに笑いながらうるさいねはマジ怖いよね。我がより怖くない？我がも怖いけど。てかうるさいねんって怖いよね。それが悪いんだよね。え、クモ大丈夫なんだ。 G はねちょっとねきついよね。あ、そろそろ準備する？頑張って。クモが食べるしよ。どういうことどういうことどういうこと。 G 恐怖だよね。え、やばくない？ G ってマジ恐怖だよね。スリッパでパンじゃないよ。早いじゃんあの人たちって動きが。スリッパで仕留められるほどゆっくりじゃないじゃん動きが。ささ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 って早いじゃん。おはよう。かきさん、サイコパス感ありますか？ないよ。ないから。ないから。ないよ。ないです。優しい塊。害あるよ。目に見えたら害だよ。もう G 平気なんだ。スリッパスイングは早くじゃないよ。なんか競技みたいに言ってるけどね。名古屋駅に新いるって言ってたね。え、やだ、行きたくない。もう駅にスピードめっちゃ速いよね。 G やばいよね。なんかクス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 。そして消えるよね。消えるじゃん。なんかあの奥に隠れて、なんか絶対ここに隠れたはずなのにもう移動してるみたいな、もういないみたいなって感じ。え、飛んでくるらしいね。え、しかもさ、なんか5機ってさ、あれらしいよ。なんかさ、飛ぶじゃん、5機飛ぶじゃんか。そしたらね、なんか自分が飛べることをそこで初めて知るんだって。5機って普段は飛ぼうとして飛んでないらしい。人間に追いかけられてやばいってなって、やばいってなったら羽が開くらしいよ。で飛んじゃうんだって。待って、キモい、やだ、やだ。今ここみからさ通知が来たんだけど、びっくりしちゃった。びっくりした。え、めっちゃ怖くない？え、なんか自分なんか怖いよ。人間に追いかけられたらやばい、死んじゃう、捕まえられる。バサバサって飛ぶじゃん。飛んだら、え、今俺飛べたんだけど飛んでるみたいになるらしいよ。ほんとほんとやばいよね。めっちゃ気持くない？気づけよって感じだよね。え、キモいよね。遠くから見たことない。え、飛べよ、まんまの高さ飛べよ。なんか普通にガーですかってぐらい飛ぶよね。5機ぐらい。やべえ、ここ
鏡の通知が、あ、そうか、ここみ朝配信だからか、あ、そういうことね。だから先に LINE を送ってくれたんだ。やさだね、ここみは。マジびっくりしちゃった。え、やばくない？ちって、え、そう、こっちに飛んでくるよね。え、しかもさ、なんかキャーって言ってさ、逃げようとしたらカサカサ歩いてくるのもさ、こっちに歩いてくるじゃん、あいつって。普通にやばいよね。え、めっちゃ聞いてほしいよ、お話があってさ。なんかね、あの、レナを止めるかもしれない。エレナの身長ぐらい飛ぶ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 、もうキモいの本当に。いや、あのね、あのね、あのね、あ、45分か。あのね、あのね、あのね、なんだっけ、なんか、ね、中学の時に、あの、あ、ごめんマイク、中学の時にさ、あの、ゴキブリが出たの、朝に。なんか机から出てきて、誰かの。でね、テンション上がってないから、大人はそんなことテンション上がらないから。でね、でね、でね、あの、いたの、クラスで、中3の時に教室にね、出たのね、朝に。で、学校で出て、誰かの机から出てきて、で、めっちゃなんか大きくて、で、めっちゃもう来るじゃん、こっちに。めっちゃキャーって言ってたら、キャーって言った方に来て、エレナの机じゃない、なんか多分めっちゃ端の方だと思う。で、なんか端から端まで来て、でね、カサカサ来るじゃん。で、レナたちがさ、キャーって言うじゃん、キャーって言った方に来るじゃん、ゴキブリって。でね、なんかこっちにグクズクズクズって来たのね。そしたらクラスのちょっと変わってるなんか面白い男の子がめっちゃ真剣な顔で、なんか中学スリッパだったの、めっちゃ真剣な顔で、え、スリッパってなんか嫌じゃん、靴、いや、スニーカーでも嫌だけどさ、普通の靴より嫌じゃん。スリッパで虫踏むとかもっと嫌じゃん、なんかなんか嫌じゃん、一応なんか、え、何、嫌じゃん、スリッパで踏むとか嫌じゃん。なのに、そのなんか男の子がめっちゃ真剣な顔して思いっきり踏んだの、レナの目の前で。なんか優しいのか、嫌じゃん、目の前で、しかもスリッパで踏まれるのとか嫌だけど、こっちに向かってきたじゃん、ゴキブリが。だからなんか神だったけど、その時神って思ったけど、いや、そうなんだよ、その男の子も怖いし、スリッパでっていうのも怖いし、え、マジって真上から思いっきり踏んだの、やばいでしょ。いや、助けてくれたんだけど、めっちゃ真剣な顔で、なんかやってやったぜみたいな、いや、なんかやめてよそういうのってなるじゃん。なんかスリッパを手に持って叩くとかならわかるけど、なんか踏まないでって、踏まないでお願いだから。いや惚れないよ、ちょっとサイコパスすぎてさ、本当に本当にやばいよね。引いてたもん、みんな。よかったってなったけど引いてた。いや、もうやばいよ。でも音とかわかんない。似合って笑われてない。なんか一生真剣な顔してた。なんか踏んだ後に確かなんか真顔で、なんか、はあ、ゴキブリぐらいで騒ぐなよみたいな言ってたの。ほんま朝からうるさいわ。ゴキブリぐらいで騒ぐなよみたいな言ってて、いや騒ぐだろスリッパで踏むなとか思ってさ、ちょっとなんかサイコパスだよねと思って。やばくない、やばいよね。なんか怒られたのだから、レナはその子に騒ぎすぎて怒られたの。なんか多分その子の中では、助けてあげよう、かっこいいところを見つけてあげようで踏むんじゃなくて、お前らうるさいんだよ、お前らがうるさいから俺が踏んでやったんだよみたいな感じだったんだよね多分。え、なんで気持ちわからないで。やばくない、もうレナその時にね、めっちゃ面白くてさ、でもめっちゃキモくて、なんか
助けてもらった感もあるじゃん。そら、ね、目の前でキャーって言って踏んでくれたんだから。けどなんかもうね、やばいよね助けてもらえたけどさ、なんかね、キモかった。ちょっとめっちゃ思いっきり踏んでたので、ね、なんか圧力がやばすぎてスリッパに全部ついてたの、動きが。もうやばいよね本当に。いや、なんでゴキブリでさ、うるさくない人はいないよ。え、ありがとうっていうか、なんかマジ神みたいな、マジナイスみたいな言ったらもっと怒られた。うるさいねみたいなゴキブリぐらいで騒ぐなとか言われて、けどもうずっと言ってた、マジ神、お前ってマジ神やなマジナイスとか言ってほんま神やんとか言ってめっちゃ褒めてあげましたね、その子のことはうるさいねって言われたやばいよな。いや、レナだけじゃないからさ、男の子もさ、うえーとか言っとったし、そうだから多分家族、あ、家族じゃない、クラス全員に向けてなんか、うるさいねお前らみたいな、ご幽霊で騒ぐんじゃねえみたいな感じやなんやと思っためっちゃおもろくないマジ神やった、あれはマジ印象、もう印象深すぎてやばい、印象深すぎてすごいですね。北国とかに出ないから、北海道って G 出へんらしいな。え、けど北海道めっちゃキモい虫おったで、修学旅行行った時。しかもめっちゃ5匹ぐらい見た、こんなでっかいやつ、なんかバッタみたいななんかやつがおって、クモもおったし、修学旅行の部屋で、でなんか2人部屋でも5人ぐらいで寝たもん、虫おらへん部屋にみんな集まってベッドの上にさ、もうこんなでっかいさ、なんかコオロギみたいな、なんかあのゴキみたいな、なんかでもゴキじゃないよね、でクモも出たし、いるよ北海道、いるから本当に、めっちゃもうやばかったもん。でね、それを友達と一緒に確保したのよ、あのコップに入れて、ホテルってコップあるじゃん絶対部屋に、コップに虫をカポってして外にヒューってやって友達とねやったのだからもう布団に上に絶対寝れないじゃん、もうその夜だから夜ね、え、もうめっちゃおもろいのが聞いて、でね、あの隣の部屋に、友達の部屋に行ったの、あの虫がいたから一緒に寝てって。でね、あの隣2人で、でレナたちも2人、あ、レナたちは3人だったんだよね。で3人で行って、もうソファーとかでみんなで分けてつめつめで寝て、で、まあ、5人じゃん、で寝ようと思ったら、その部屋にも同じ虫がいて、コオロギみたいな、やばくない？その部屋にもいたの、違う部屋じゃん、レナたちの隣の部屋だからね、虫がいながら一緒に寝てって言ったえ、もうやばいじゃん普通に考えて。でもうその5人でまた違う部屋に行ってみたいなえ、やばくない？同じ虫、多分見た感じでかさも一緒だし、でかいの、しかもめっちゃキモくて、やばいよね普通に。えってなった、なんでそんなにいんのみたいな、ここ北海道だよねってなって。今日6月ぐらいだったから、あったかかったから行ったのかな、わかんないけど、でもまだ寒いじゃん6月だったら、うん、どうだろう、寒くないかそう、部屋巡ってた、もう隣隣行ってさ、やばいよね、なんでみたいな、めっちゃキモくない？しかもでかいんだよ、なんか北海道のくせにでかくて、あ、北海道だからでかいのかな面白くなでも本当に大きいよねほんとに大きかったのほんとに大きすぎてびっくりした。なんか北海道にこんなでっかい虫っているんだと思って。くろみさんです、ハゲてるけど、うまいこと言ったでしょで面白くなさすぎてねやばいよねおもんなマジ面白くない。あ、待って、ガーかな、
ガだったかもしれない、わかんない、ガだっけ、めっちゃ飛んでた。眠いいっぱい笑ったの眠くなってきた。インパクトは強烈、インパクト強烈だったよ、その虫見た時。どういうことってなったもん。え、どんな虫なんだろう。でっかいどう、でっかいどう言うね。おもんなすぎてマジウケる。そろそろ打ちます。あ、お仕事頑張ってね。2800人いったんだ。え、ありがとう、教えてくれて。今日も頑張ってね。ハイタッチです、さっきのは。ハワイの字やだ。ガとかキモいよね。七時が近づくと朝から虫の話を聞かされる。やだ、5センチやだ、キモい、本当にやだ、そういう虫は。お、ここ見始まったの？ねえ、みんな行くじゃん、やだ、終わろ、じゃあバイバイ、終わるね、バイ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 、おやすみおやすみ、みんな。そこは止めるべきだろ、みんな。なんで？ねえ、やだ。なんでみんなお休みとかまたねとか言うの？やだ。いじめじゃん、みんな。みんないじめだ。やだよ。いじめだ。いじめだ。みんなでいじめてくる、レナを。いじめだ、いじめだ、いじめアンケートに書こう。レナはまだ学生だから、いじめアンケートに書ける。いじめアンケートに書こう。寂しい寂しい、やだ、お読みだからやめよう。じゃあね、みんな、おやすみ。今来た。おやすみ、みんな、おやすみ、おやすみ、おやすみ。書く機会あるし、まだ一応学生だから、一応学生だからみんなここ身のところに行くんでしょ。かわいいもいじめじゃない。寝たいのか。寝たい、さようなら。ね、なんで。あー、もうみんな嫌い。やだ、いいな、サンドイッチ食べたい。レナにもお弁当作って、レナにもお弁当作ってよ。眠くないから、眠くないです。流れたの。起きな。寝られない。いや、眠くないよ、本当に眠くない。みんな絶対行ったじゃん。やだ、みんな、みんな絶対行ったよね、みんな絶対行ったよね、みんな絶対ここみんとこ行ったよね。まあいいけどね、別にここみかわいいし全然いいけどさ。届けられないよ。言ってないって、本当だ。あ、本当だ、ブログじゃん。あ、言ってない。お昼から揚げなの。え、いいの、いいの、いいの。寝てるけどレナは。みんないるじゃん、みんないるじゃん。
なんだよ。あ、コミが言ってた、限りのオールからの配信って言ってないのに、オールして今日はオールするとかオールしてるって言ってないのに、分かってるね、何でも。え、ビームが始まったら行くの、嘘でしょ、やばいじゃん、いじめじゃん、いじめじゃん、終わらんのかい。言ってるけどいるよ。え、それな、ここみにお見通しされてる、コミンとこに行きました、いじめじゃん。いじめじゃん、にじにじハート始まったよ、いじめじゃん。まあ、にじがしまれないか、ここで言う、いじめじゃん。いじめだ。犬じゃん、どういうこと、なんで犬なの、みんなが。今日って雨だっけ、雨降ってるかな、雨降ってる、まだみんなお外出てないか、外出てる人いる、どうだろう、みんなにいじめられてる。みんなにいじめられてます。ってないんだ、え、晴れなんだ、晴れなんだ、東京は昨日めっちゃ雪、あ、雪じゃない、雨降ってたらしい。うん、降ってないか。今日のメール何送ろっかな、昨日雪を積もってた、今日は雪かきしなくて大丈夫そうかな、じゃあ、あ、いい天気なんだ、いい天気なんだ、いいから、あと5分寝ていい、いいよ寝て。いいよ寝て、あ、見てくれんだタブレットで。昨日ね大雨だったよね、絶対カーテン開けない、あ、ブログもじゃん、ブログ何書くか考えないと、家賃行かないでしょ。厳しく、急に厳しく、いってらっしゃい、頑張ってね、お仕事、やばいやばい、切れちゃう。おかしくなっちゃった、頑張ってね。わかった、寝る、夜に寝るの。今寝ない、夜に寝る。あら、雪かきもしてきついね、レナに起こされて、朝は目が開かないのにレナに起こされて。え、ココア更新されなかったの、なんで、なんで、もう終わるよ。なんで今から寝るの。いや3分だし寝ないでしょ。マジ朝15分で準備できるから、マジいつもレノってマジギリギリで寝るんだけどさ、みんなって本当にさすごいよね。夜の配信会おうね、ダメです、ダメ、いてちょっとだけ、じゃあ7時に終わるって言ってもね。終わらないんだよね、レノの場合。11時に送ったらしいけど、お昼の11時？夜はね、ダメだよ。あ、タブレットで来てくれたんだ、初見だけど。ありがとう。寝ていいよ、言ったじゃん。じゃあいいよ、寝て。じゃあいいよ。じゃあいいよ。じゃあいいよ。そうなんだよ、レナが夜にちゃんと寝れば、早く起こされることないのに、なんかレナが寝れない、寝ないから悪いんだよ。そうなんだよね。そうなんだよ、本当に。本当にそうなんだよ。気に入っても寝れないし。
今寝たらいいじゃん。じゃあじゃあじゃあ十分でマジで用意できるんだけど昼の11時それ忘れてるんだよ絶対。終わるの寂しいんですけど、夜寝ない寝ない、ね、夜ね本当に寝ないとダメだよね。タブレットだよね初見。寝ないよもう怒ってる怒っちゃった。寝れないのか寝ないのかどっちなんだろう、わかんない。なんどっちなんだろうね、寝れないのか寝ないのかどっちなんだろう寝れない寝ない、どっちもだねどっちもですね、どっちもだね、どっちも寝れないし寝ない、わかんないえどんなに急いでも1時間かかるの、嘘でしょ本当に言ってる、マジ何すんの何すんの、教えてよルーティーンを。殺されたダンスしなきゃって思っちゃう思っちゃう思っちゃう、早く会いたい、ね、何会いたいね眠くなっちゃいそう、みんなと握手してるとき寝ちゃうかもかけら寝てるけどなんか握手しとこうみたいなどっちもだね。ダンス一応したよ今日ちょっとだけだけど、ちょっとだけですね。めっちゃねえ7時じゃあねみんなバイバーイじゃあねみんな、じゃあね北村さんにボケする、うーん、え、なんでボケっとしないでいいよ。なんかそれ友達もいるんだよね、なんかボケっとする時間があるみたいな、ボケっとする時間あるらしいよ。ボケっとってマジでさいらないと思う。聞けなかった、何も言ってないよ。お風呂入ってるから、お風呂入ってるよ、お風呂入ってるから、ふん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 、じゃねレナ終わりですレナタイム終わり、じゃあねみんなバイバイ、おやすみ、てかみんな頑張ってね。とりあえずメール送ろう、メールは今日サボるって思ったけど充電しよう。おはようとおやすみが混ざり合っている界隈、あ、ミッション組はおはようだね。起きてすぐ動けないんだ、起きてすぐ動けないっていうか、なんか起きてすぐ動かないといけない時間まで寝ちゃう。でのタイム終わりで、終わりだよ。毎日お風呂入ってる、本当に終わりか水曜日曜お仕事休み、今日休みじゃん、お休みレナ最近レナにならないって言ってたのに、ミッション勢がやばい、待ってめっちゃ来た、お休みとおはようが、おはようかな、なんかバイーまたまた、いや終わるから、終わる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 って、うん終わるよ今日塗っちゃった頑張ってねみんな、お仕事頑張るんだよ、じゃあね、バイバイじゃあね、ありがとう今日も入ってくれて頑張ってね、じゃあね、じゃあね、初見さんタブレットからありがとう、
間違った間違った おやすみみんな、おやすみおやすみ、おやすみ言ってないから、おやすみ言ってないからおやすみ言ってないから、あとなんかエゴサしてみんな何も書いてなかったからっていう。じゃあね、おやすみバイバーイ、おやすみー